跳ね返ったボール、矢野、クロス、ふわっとしたボール、こぼれるか、こぼれる、こぼれる、レオナルド・アルスティエスペランサ先生、前半31分にエスペランサ待望の先制ゴールが生まれています。キャプテンマーク、レオナルド・アグスティン。まあ、この今のレオジーニョが倒れるプレーにつながったそこの前、中盤のところギレルミが猛然と戻ってきまして、かなり距離あったと思いますけれども、そこでうまくプレスバックして奪ったというところ、そこからの流れで得たこのフリーキックです。非常にディフェンス面光っている前線、右足入って、そのまま入る、オフサイドフラッグが上がっています。さあここは今レフェリーの方がちょっと副審に確認に行っています。確認に行っています。畑中が右足でグラウンダー入れていったボール、そのままゴールに吸い込まれていて誰も触らなかった。ここはゴールが認められています。エスペランサ追加点、大きな追加点です。エスペランサ2対0。